探すんですね。プルプルスラピー使います。もしもし、スラピーです。ニキに仲間の場所を教えます。天類の大水源にある水防橋のあたりに仲間が一人いそうだよ。はい、あそこですね。いや、これまたこう道がね、難しいね。一周してしまうだけな感じ、これ。ここ。また元に戻ってきちゃった。あ、ピンクほっぺぐらいしか知らないなって顔取りゃ。そう、なんかね、まあ、ほっぺ系とかね、絆創膏とか傷とかね、はありますよね。そこになんかほんと、まあ、難しいかな。メイクアイテム的な。まあ、男性はいらないかもしれないんだけど、女子的には欲しいな。女子的には欲しいな。ドハコだからね。青いの。輝きそう。お、あれだね、モンスターがいない。あ、で合ってるのかな。それでここに戻ってきて、槍ですね。ピンキーマッシュ。マージマッタンゴ、すごい名前。やっけ。宝石。今のところ転生の糸ぐらいしか見てない気がする。試合で。宝石。三赤四キャラ、トータル12キャラを4人のリドルボード持たせようと思ってドレアには気持ちがいってなかったの。まあでもドルボードもね、ちょっと高いからドルボードを買うとドレアはみたいなね感じにはなりますよね。候補というか優先としてね。だ、これ欲しい。可愛い、綺麗じゃない。ハウジングで出そうだよね。なんだっけ、マイタウンでこう飛ぶクリスタルがこういう風になってもかっこいいよね。だって泣きそう。あ、チェケさん、こんにちは、いらっしゃい。黄色いのなんだろう、気になったら行ってみるのがいいよね。これね、あ、違った、閃光の、転生じゃなかった、閃光の糸。開けたみたい。出てるのかな、これ。あー、探索したいよね。キリンがいる、キリン。ラフマスター、これ前も行った。登録しましょう。あ、バージョン6ですか。はい、バージョン6です。ストーリーをねやっております。こっちでじゃないな、もう一個こっち側から行けるかな。すごい綺麗だね、この廊下も。二人廊下的。あ、ほら、見て。みんな景色を見て。景色を見て。お、うまい。ちょっと場所が良くない。すごい、でも綺麗だね。あ、すごい光ってる。あ、いたよ、仲間が。待って。
って、いじめないで、俺悪いスライムじゃないんだって、ってブランジ、あんたについてくよろしくな大事なものを手に入れたな。ついてくる感じじゃなかったんだね。はい、聞こえるよ。ブランジを見つけてくれたんだね、ありがとう。お、場所が変わったの。狭くて暗い場所にも仲間が一人いそうだよ。ヤーシェにも教えてあげるの、だって。今度反対側じゃないか。ちょっと、あそこのバラークのところを登録したいな。どうやったらいけるかな。選定のせいからいけるのかな。どうしよう。あ、バージョン6でかなり雰囲気が変わりましたよね。ね、変わりましたね。スライムベース神殿になるのかそう、確かに。はるさん、こんにちは。どうやって行くんだろう。やだ、もうわからないよ。出てぐるんと回る感じかな。だとでも違うんだよ。こっち側道あるかな。あ、そうないよ。あ、下がない。いや、これ難しいな。ただでさえ方向音痴なのに、を見ながらもいけない。あ、この下のバラークのバダナって読むのかな、言いたいんですけど、登録をねしておこうかと思って。あ、久しぶりにドラクエっぽい雰囲気になった気がする。でも天空の世界だからよりそうかもしれないですね。行きたい方向には向かっている気がする。あ、わらびもちさん、こんにちは。ようこそいらっしゃい。今何時だろう。お、今1時過ぎね。 OK、 今日はね2時ぐらいまでの予定です。あ、待て待て、またマップが変わっちゃうとさ、わかんないのよ。三角、全然わかんない道が。ゆきさん、こんにちは。深くもいいよね。合ってるかな。泉じゃない、こっちの方な気がするんだけど。スライムを探しに行きなよって感じだよね。どこだろう。違う、これ最初に撮ってる。あ、テケさん、未だにロボコンとか仮面ライダーのイメージが強いです。ありがとうございます。仮面ライダーのイメージは本当あると思います。し、言ってもらえると嬉しいですね。ロボコンも私がデビューしたドラマなので、覚えてくださってるのは嬉しいですね。特撮はでも私自身も好きなので、撮影現場とかすごい楽しかった。この泉の方に行ったらいけるのかな。
違う、全然いけない、この下の岩のところに。どうやったらいけるのこれ。もう諦めるか。どこに戻ったらいいんだろうこれ。イベの洞窟、洞窟前。受精ライダーの1号だからなってありがとうございます、ライダーね。あれ待って待って、おかしい、同じ場所に戻ってきてる。ここがそこなの、西だったの。じゃあ東、今当たり前にライダーいるけど、あの時代の初の女性ライダーは衝撃でした。いや私も衝撃でしたあ、来れた。でもちょうど仮面ライダーが撮影がロボコンの撮影の仕方と仮面ライダーの撮影の仕方が違ったんです。ロボコンはあの現場で音声は取らなくて、だから全部アフレコ後で自分の口の中にあの入れるっていう感じをしてたんですけど、それがなくなったんですよ仮面ライダーが。でその撮影のやり方に私もやりたいって当時言ってて、仮面ライダーでもまさかそれで仮面ライダーみたいなやれるなんて。でもあの劇場版龍騎の一番最後のシーンがね、結構最後のシーンっていうか私のやったあのファムの最後のシーン、路上のなんか花壇のところに倒れてるんですけど、あれはなんか本当にね、撮影しててもなんかすごい寂しかったな、思いが込み上げながら死体役をやってたんですけどすごいうるうるしちゃって、であのしもう死んでるからあの泣かないでくださいって現場で言われて、でもなんかあの客観的に思って感情移入しちゃって、まあね、あなたもスライムさんを探しにいらっしゃったのですね。思い出深いシーンですね。私もこの洞窟を調べようかと思ったのですが、服が汚れてしまいそうで悩んでおりましたの姫ですか。盟友様は進まれるのですか。なんかわざとでしたらどうかお気をつけて。いい人だとは思うんだけど裏はあるよねこれでなんかこうウィリーの女子はそういう系が多いって思われる。プル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 、すごい警戒してるけど言ってる言葉がプルプルって可愛くない可愛い。プルプル許せんな。どういうこと許せぬって。ここは我らの住みか、聖者が足を踏み入れるなど許せぬ。そうしてください。プル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 、こちらですスライムさん。プルプルプル、あ、いいとこ取りしてる。プル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 、助かった。あんたも英雄さんかい。はい、リナーシェと申します。スラピーちゃんのお友達ですね。あなたを探しに参りました。オラはスラロってんだ。吹っ飛ばされた先で魔物に追いかけられて、なんとか洞窟に逃げ込んだんだけどよ魔物じゃないの君は。そこにおっかないお化けがいるんだもの。動けなくて困ってたんだわ。任せて。それは大変でしたね。けれどもう大丈夫ですよだけど
あっちの英雄さんは助けなくていいのかい？いいこと言った、スラロー。あの方のことは心配ありませんよ。かの勇者の盟友が相手では、魔物の方が気の毒になるほどです。はあ、さすが英雄さんは頼もしいな。うまいね。そんじゃ、ディナーセちゃん、オラを。ええ、喜んで。なんか、ドレスは汚れたくないって言いながら、ね、二面性がありそうですよね。ドルルごめん、強いんだ、ニキちゃん。ごめん、ごめんよ。強いんだって、だいたいカカロンとか呼ぶだけなのに、偉そうに。走ってる。いなくなっちゃった。そうね。落ち込んでる。なかなかあれだね。厳しいね。プル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 。はい。スラピーの声が聞こえるよ。はい。仲間を一人ずつ見つけたことになるね。おあいこおあいこ。あ、それでね、ニキ、スラピーまた仲間の場所が分かったよ。バラクの、あ、だからそこへさっき行こうとしたのに行けなかったところ。はい。ディナーシェにもお話ししたの、ニキ、急いで、だって。なんかそこね、どうやって、さっき、やっぱり行かなきゃいけなかったじゃん。どうやって行くんだろう。一度こっちに行った方がいいのかな。こっから行った方がいいかもしれない。ここから行けたらいいよね。文字をちょっと消して、どうやっていくのがいいんだろう。やっぱりさっきのここの、ここはぐるっと回って、やっぱり下から行く感じかな。そうだよね、これを見る限りだと合ってる。難しいな、なかなか難しいですね。丸は一応、でもあの、なんだっけ、丸は回転する場所、カーブする場所とか、なんか印があるのはそういう感じのことなのかな。一応通り道ですよみたいな。ここでもまた来たんだけど、こっち行けるのかな。なんかあの、攻略サイトを結構、あ、宝箱を発見、見てやったりとかするんですけど、でもこのマップを、何、攻略のサイトで出してくれる人ってすごいですよね。嬉しい。宝箱の場所とかすごく難しいところに置いてあったりするじゃないですか。あ、なんか合ってる気がする。違う？合ってる気がするだけで、あれ？合ってる気がするだけで通れないの、なんでだろう。ここ通れない。あとある行き止まりとか、
こじゃないんだね。泉から行くのかな、もしかして泉を通ってとかなのかな、もしかしたら。あ、ドロリューさん、案内板に従って進めますよ。あ、本当にそうなのね。そうする、その方が早い気がする。めちゃめちゃ助かります、ありがとうございます。マップがね。わらびもちさん、放送見ながら新州キング頑張ろう。看板だからやたらめったら看板があったのかな、もしかして。なんかこんなに、こんなにこれでしょ、こんなにあるっていうぐらい結構こまごまとあったよね。発見。左、ここ左だって。あ、これさっきのあれじゃん。行きたかったけど通れなかった場所だ、ここ。見つけちゃった。ありがとうございます、ゾロリュウさん。やったー。これでたどり着ける。なんか、てかすごい近かったんだね。なんかまた先越されそうな感じだね。先に越されてなんかスライムを刺されちゃいそうな気がする。そんなことない、そういう先読みとかよくない、ね、かな。お付きになられていたのですね、名優様。なんかトゲのある言い方。いい加減名前で呼んでほしい。スラビーちゃんがおっしゃっていた場所はここで間違いないと思うのですが、また戻ってこられるかもしれません。この辺りで少し待ってみましょうか。流れに身を任せてでもいいんだろうね。ニキちゃんはどっちがどうでって分からなくなったりしますね。そうそうそう、分かんなくなりますよね、なかなか。それにしても盟友様、試練場を歩き回ったり魔物と戦ったり、さぞお疲れのことでしょう。そこで私にも何かできることがないか考えてみたのですが、はい、パフパフしましょうか。いらないよ。これみんななんて答えた。なんかこれは同性だしさ、いいえしちゃっていいかな。みんな見たい？パフパフ。ひとこっかじゃ。なぬ、これネタバレ？ネタバレになる？みんなリアルで、リアルでじゃないや。ゲーム上で体験する感じにする？したら家にするけど。見たくない。見たくはない。見たくはない。じゃあ家にしとこうかな。ね。でもリナーシェのパフパフだよ。これは悩ましいな、この選択は。
むむむ、どうしようかな、気にしなよって感じだね。あ、言ったらネタバレになっちゃう、もうでもいい絵にしてみようか。いい絵にしてどう返答が来るか。なんかでもだいたいする気がしない？パフパフ綺麗よね。いい絵してみるよ。いやだから実際やるときははいしてね。怖がらなくて大丈夫ですよさあ力を抜いて怖い私に全て任せて。怖い。私どういう目線で見たらいいの？だからいいえって言ったのに。いいよ、いいえだよ、いいえ怖がらなくて大丈夫ですよ。やめて、このエンドレス。さあ力を抜いて私に全て任せて。はい、じゃあ強制パフパフ、ね、パフしましょうか。驚きのなんだけど。じゃあよろしくお願いしますいい子ですね。怖い。さあ目を閉じて。あった、最初から怖いと思ってたけどこんなに怖いとは。息はリナーシェに言われた通り目を閉じた。これ女性キャラクターも同じなのかな。パフ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 。はい、パフ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 。はい、あ、同じなんですね、女子キャラも。そっか、柔らかい何かが押し付けられたこれは気持ちいい。なになに、なになになに、どういうこと。プニプニパフパフじゃない、プニプニになってる。君すっごくいい匂い。僕お腹空いちゃったよニクちゃんの顔、あとポニーテールどっか行った転んだ何それ。パフパフ、え、どういうこと。これは魔物たちの大好物の匂いを再現した魔物呼びの香水、はい、うまくいきましたね。うん、本当だね、うまくいったね。あ、余計なのも呼んだぞ、ちょっとまたそうやってニキちゃんに後始末をしようさせようとするんでしょう。ああ申し訳ありません、別の魔物まで呼んでしまったようです。もうなんかあの盟友様、ね、こちらの魔物の相手をお願いしてもよろしいですか。お詫びにスライムさんはお譲りしますのである。じゃあ頑張る。簡単すぎる。濃いメンバーが。これは本当に戦うんだね。ね、なんかわざとらしいよね。いくよ、強い。ハングリーハンター。すごいね、名前が。待って。カカじゃないくてもいい気がするね。この辺りの人、ちょっと葉っぱが割と攻撃が強めかな。髪がね、左だから大丈夫でしょう。見て、ニキちゃんが特に何かするわけじゃないんだけど、ちょっと待って、テレビ食らっちゃうかな。やられちゃった。メディじゃなくてあっちの方が良かったかな。
いいかな。変面言われるかトラブルメーカー言われるか結構厳しい、難しい、結構厳しい。そう、悪気がないだけに立ちが悪いね。そういうキャラクターがね。あ、アラメコドレイン、攻撃の名前が可愛い。 MP 持ってかれてるよ。腹ペコ、腹ペコ、ハングリーハンター。ちょっとここで、あ、間違えちゃった。ガスが、クシャナさんの方がいいのかな。腹ペコドレイン、なんかお腹空いてるんだなっていう感じがする。ハングリーハンター、向こう怖いで。なかなか色が変わらないで。ハリケーン来た。守備力も下がってるし、アラペコシリーズだね。あ、色が変わってきたよ。あ、そろそろ仕事に戻ります。しげさん、いってらっしゃい。お仕事頑張ってください。後半も、ここもね、少しでも配信見れてめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。見に来てくださってありがとうございます。ちょっとじゃあ次、クシャナさん呼んでみます。クシャラミさん、しぶといね。白が、白灰で、ここが、あれ、
所によって、景色が違います。されるじゃんか。でも険しい顔で頑張ってるぜ、ニキちゃん。頑張ってるぜ。サポ任せだけど頑張ってるぜ。先生の MP が、ほんとね、京都の MP が、まあ、強いだったからね。出ました。あー、僕一人だったらあいつに食べられちゃってたよ。かわいい、すごい。やっつけてくれてありがとう。出しまして、カンティスに言われて僕を探しに来たの。じゃあ僕、君についていくよ。僕の名前はスープル。よろしくね。よろしくね。この、それぞれいろんな色のスライムが合わさって何色になるんだ。さすがは盟友様ですね。戦うお姿も、勇壮で、凛々しくて、私感動しちゃいました。なんか、まあ、いい人だと思ってた顔が、ニキちゃんの顔が、そう、まさに、なんか言ってるみたいな感じになってたけど、スラピーがプルプルしている。はい、もしもし、僕、スラピーです。二人にお話があります。はい、あのね、もう試練場に仲間はいないみたい。もしかしたら、フォーリオンまで飛んで行っちゃったのかもしれないです。そうですか。ありがとうございます、スラピーちゃん。すごい、でも瞳の色が迷子のスライムさんは全部で7匹。盟友様が見つけたスライムさんが2匹で、私は1匹。残りのスライムさんは4匹ですから、盟友様があと2匹見つけると、勝負は決まってしまいますのね。困りましたわ。さすが盟友様は強敵ですわね。とにかく私もフォーリオンへ向かうことにします。すごく、それではわざとらしい気がするけど絶対裏がある。早くこの裏の顔を見たいね。あメロさん、こんにちは。ニキちゃん、今日も前髪決まってますね。こんにちは、ありがとうございます。いい前髪してるでしょ。で、フォーリオンに戻ってだって。じゃあ行きましょう。どっか宿行けたらいいな。あー、戦か敵かは分かんないけど、
リオンのあそこにあれか。違う気がする。後ろ、後ろでいいのかな。うちじゃなかったかな、もしかして。お、なんと、あと15分ぐらいで。あ、ここじゃない。あ、ここじゃない、ここじゃないよね。あと15分ぐらいでちょっと配信今日は終わろうかなっていう感じなんです。てか、じゃあ今が切れ目がいい感じ。この上に行きたいのにどうやって行ったらいいんだろう。ピョン、あ、一回ここは出なきゃいけないのかな。行ったり来たり、多分あれかな、時間的に読み込んでる。でもこの続き気になるね。なんかまだこのしこりがすっきりしないままな感じが。やっぱり違う場所がある。どうやって来たいのか分かんないんだけど、この同じ行ったり来たりしちゃってる。またじゃあ次の配信のお知らせとか喋っておこうかな。次は来週いつ行けるかな。多分また金曜日になるかなって感じです。そうだね、曜日。本当はあの水曜日もやれそうだったらちょっと配信はやりたいなと思うんですけど、すごい読み込む。あ、待って、どうやって来たんだろう。あ、単純に上だっただけね。なんだよ、そういうことかい。じゃあ宿に。なので、まあドラクエのストーリーの続きを、あ、宿題のと、そうそうそう、それ大事。待って、登録しとく、忘れちゃうからね。サポでもあのあれだ、他にあった、サポでも動画のコメントでもおっちにはお世話になってる。あ、これかな。ちょっとね、今日本当はパソコンからの配信をちょっとねできればしてみたいなって思ってたんですよ。ちょっとまだセッティングの何が良くないのか分かんないんですけど、設定かな、パソコンの。ちょっとそれは試しつつ、ストーリーの方は、来週また金曜日かなにやろうかなと思います。で、水曜日もう一回配信できそうだったら、そこは DVD をしようかなと思っております。さてと、すごくもどかしいから、オーリオンにいるって言ってたよね。今区切りがいいのかな、どうなんだろう。スラピーに聞いてみよう。ガマを探してあげてって言ってる。迷子のスライムを探している。先ほど何やら緑色の物体が動いてるのを遠目に見たのですが、もしかしたらあれはスライムだったかもしれません。南の方角に去っていきましたよ。
去っていきましたよ。ちょっと気になるからせめてもう、あ、そうね、ここ光ってるもんね。一体スライム探したいね。違う話をしてる。あ、スライムを探しているんだと。今しがた緑色のスライムがぽよぽよと歩いているのを見かけてな、不思議に思っていたのだ。この近くを探してみるという。何聞いてみよう。で、見てみたいです。ちょっと違う。スライム探し時間がかかりそうな気配がするんだけど、聞いてくしかないよね。建物の中とかかな。出てるってことはないと思うんだけど。下界の英雄ではありませんか。生きたサンプル入手だぞな言い方を。あ、すごい寄贈がある。寄贈があるよ。ドア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 、いいね。竜族がドラゴンに変身するところだな。ダメだ、ちょっと見つけられない気がする。もう一回聞いて。あ、もうすぐプリズニャン始まりますよってね。始まりますね。探してみるといい。近くってね、見けられないです。いるかなって思ったけどいないね。さあ、行方不明になってるよ。こうみんな見つけるんだろうね。あなた、私たちの言葉は分かるのかしら。違う言葉を実は喋ってるのかな。聞いたことないのかな。あ、初見です、こんにちは、ありがとうございます、見に来てくださって。今しっかりスライムを探して見つけられないっていう、なんかすっごくもどかしい感じをやってます。一応よって感じだよね。尊敬してんな、みんな。きっとでも私が救うんだこの世界を、なんて。スライム見つけられないんです。すごい、これで終わったらあれだね、元
どかしい感じだよね。戦績で見てみる。フォーヨンに1個しか出ない。蓋するんだよね、こっち。近くを探してみたらいいだから、南の方なのかな。そうだよね。こっちまで来てないよね、きっと。一周回ってみよう。ありがとう。あ、夏希さん、エイペックスはやっていますか？エイペックスはやっていないんですよ。フォートナイトとかねやってないんですよ。あの楽しそうだなとは見てては思うんですけど、まあ、いろいろとねやらない理由もあったりして。愛の者どもが好みとあの薬草という植物を食べてみたの、見たのだが。そうなんだ。この人意外と顔が顔が大人びてない。思ってるよりもてかなんか展開こういう顔の人多いね。しっかりイケメンかこういう顔かみたいなそんなことないうん、すごい。食事や睡眠必要ないんだ。娯楽として食事や睡眠。そうなんだ。死んだ人だからってことなのかな。だからこっちにあ、花より団子の頃からずっとお綺麗だと思っていました。ありがとうございます。そんなね風に言ってもらえるなんて嬉しい。スライムがどこに行ったんだ。教えてくれ。かわいい子の子の顔。うん。かわいい。白灰の試練場で働くはずでしたが、うっかり寝過ごしてしまって。光の女神、ルティアナ様のおぼし飯、みんなが戻ってくるまでもう一眠りするとことにしましょう。すごい。ほっこり系。2期の、弟がいるんですけど、弟こんな感じの顔なはず。リアルなのね。リアルのっておかしいか。リアルではないね。いや、確かに。南の方に戻ってきましたよ。彼女たちには聞いたけど違ったと。おかしいですね。どんちゃんさんがいる。あ、待って、見つけちゃった。いたよ。やっと感動の再会じゃないこれ。私だけ嬉しい。じゃあもうこれ写真撮ろうよ、せっかくなら。写真撮ってこれを今回のサムネイルにしよう。いけたってあったかな。あ、見つけた。ニキちゃんないじゃん。やってないわ。サムネイル撮るんだみたいな。やっと見つけた。よし、じゃあ話しかけて終わろうと思います。終わるのかな。やっと見つけられました。よかった。どうなるかと思った。ぜひ一緒に連れて行ってくれ。スラルドさんゲットです。さあ、ということで、あ、まだいるのね、スライム。いや、まだスライムいるということで、これの続きは来週したいと思います。すごく見つかってよかったっていう安心感が半端ない。しかもちょうど2時。
よかった。さあ、ということで今日はね、ドラゴンクエスト10バージョン6のストーリーを、お届けしました。ご視聴ありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。それではせーの、ヘバナー。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっています。フォローよろしくお願いします。ヘバナー。